では、表題のタイトルの論文についてと自然言語処理研究室の丸山が発表を行います。で、最初に概要です。で、この研究でやってることなんですけど、タイトル通り、SMT を平滑の、問題に対して最適化するっていうことを行います。で、その最適化する時の、目的関数として平滑の評価尺度をここで提案します。で、また、人手で作られた、小規模な平滑コーパスっていうのを使ってチューニングしてやって、で、大規模なコーパスから還元ルールを持ってきて、で、うまく平滑してやるっていうようなシステムにします。で、提案してここで述べられていることは、その自動評価尺度とこの大規模な還元ルールを用いて平滑しましたということです。で、最初に背景なんですけど、この平滑、英語におけるその文の平滑っていうのは Wikipedia とシンプル Wikipedia のコーパスを使うのが一般的なんですけど、これでは平滑を適切に平滑を行うっていうには、不十分かつ不正確であるということが言われています。で、不十分っていうのは、その平シンプルな平易な側に、平易ではない語が入っていたり、あとは不正確だと、適切にアライメントは取れてなくて、綺麗ではないものが含まれているということです。で、またその平滑自体の操作、例えば、言い換えもそうだし、あとは空自体を削除したり分割したりっていう、そういう、いろんな操作があるために、それぞれのモデル間を比較するっていうことが、難しくなってきます。で、このようなことを受けて、ここでやっていることは、コーパスの品質の改善であるんですけど、これを改善するわけじゃなくて、人手で、小さいコーパスを平滑コーパスを作るっていうのと、あとはモデルの比較するために評価尺度を決めます。で、ここからが、モデルのシステムの話になってきます。で、初めに平滑の目的関数なんですけど、ここでは、FK ブリューとサリっていうものの2つを提案しています。で、この FK ブリューっていうのは、上から I ブリューと、あと FK っていう可読性の指標を掛け合わせたものになっています。アイブリューっていうのは、システムが出したアウトプットと、リファレンスのブリューに、重みをかけたものと、アウトプットとインプットの、ブリューも取って、重みをつけて、で、引いたものになっています。で、可読性の指標っていうのは、単語だったり音節を数えて、読みやすいかどうかっていうのを測るものになっています。で、もう一つがこのサリっていうもので、簡単に言うと、その平滑の操作ですね、アドとか、追加とか、意味を、単語そのまま保持するとか、削除するとかっていう操作における N グラムの F 値、このアドとキープは、F 値で、出るっていう、削除が適合率っていうようになっています。で、大規模な還元ルールは、あんまり詳しくは説明しないんですけど、このパラフレーズデータベース使っていて、中は、2.2 億対の平滑ルールっていうものがあります。で、あるのはこのレキシカルだったり、語彙単位での、還元だったり、句で変えていたり、あとは構文的に変えているっていうようなものが含まれています。で、あとはこのチューニングの時に使う小規模な平滑コーパスっていうのは、クラウドソーシングで Amazon のメカニカルタークを使っています。で、そのノーマルな Wikipedia から文を持ってきて、で、それを書き換えるように平易に書き換えるように8人に依頼します。で、ここから得られたのが、2350文で、で、その依頼しているのが8人なので、その1つの、ノーマルな文に対して8つの参照文が入っています。で、この
2350分を、そのモデルのチューニング用に2000分と、評価のデータとして350分というように分割を行います。で、もう早速実験結果になっていくんですけど、その最適化はそのブリューと、下の3つで、ブリューと FK ブリューとマサリを使って、SMT を最適化したものになっています。でこれが、既存の、手法で、これが普通のウィキペディアで、あとはこの人で作られたものになっています。で最初に人間で人手で評価をしてもらいます。で評価する項目は、グラマーとミーニングで5段階の評価、0から4まで、で、0が悪くて4がいいっていうような評価にです。あとはこのシンプリシティプラスっていうのがその語彙とか構文的に、還元がどれだけ成功しているかっていうものの数になっています。で評価者は5人で、それの平均をスコアとします。で、最初に注目してほしいのがここの2つで、これは、人手で作られているものなんですけど、そもそもそんなに言い換えの 数っていうのは少なくて、っていうのは、この閉鎖の問題が、意味を保持するためにそんなに書き換えが人手で作っても起こらないっていうことがわかります。で、ちょっとこのブリューのとこがちょっと高くなってます。これは後で説明するんですけど、その全総合的に見て、このサリっていうやつが、いい結果を出しているっていうことがわかります。で、次に、自動評価の方の結果です。その先ほどの出してきたものに対して、提案した評価値で評価を行います。で、これを見るとこのサリっていうもののここのランクが、そのさっきのこの人とのこの評価の部分 に、一致似ているっていうことが分かっていて、では人間との相関もあるでしょうっていうような話です。で次にこの FK っていう可読性の指標のところに注目してほしいんですけど、この人手で、作ったものと、出力されたものが、大体一致していることから、可読性においては、ちゃんと、うまく出力されているということがわかります。で、あとはこのブリューで、最適化した時に、ブリューがすごく高くほとんど100に近い値になっているっていうのは、これはどういうことかっていうと、今はその入力に対して、参照文が複数あります。で、閉鎖っていうのはそもそもそんなに書き換えが少ないので、参照文が増えてくると、入力を保持するような、アウトプットを出してくるようになります。でそれで、ブリューが、すごい高くなるということで、で先ほどの9つでも、入力をそもそも変えないので、このグラマーとかミーニングっていうのが、4.0 っていうふうになっています。であとはその自動評価の方とその人間の評価の相関を見てみます。で、そうすると、今説明した通り、ブリューが、そもそもそんなに書き換えが少なくて、でなので、グラマーとかミーニングとかではすごい相関があるんですけど、このシンプリシティっていうなんかいかどれだけ平易な言い換えを行ったかっていうものについてはすごく低い値になっています。で、それに対して、ここで提案しているサリってやつが、うまく、こう適切に、平易化できているっていうことが、人間の評価と相関があって、うまく言い換えを行っているっていうことが分かります。まとめです。
ここではその閉化システム、まあ、SMT をまあ閉化に最適化するっていうことを行いました。で、まあ、大規模コーパスと小規模な閉化コーパスを組み合わせて、最適化を行っています。で、目的関数は、まあ、ここで FK ブリューとかサリっていうものを提案しています。で、このサリっていう新しい提案した評価尺度に基づいて 最適化することで、まあ、今までの手法を上回るようなシステムというものを実現しました。以上で終わります。